吉田さん、ジャッキー・チェーンの映画のエンドロールのところで、NG シーンがね、たくさん出てきて、あれがジャッキー・チェーンの映画のこうに人間味っていうんですかね。あの、ドラマの中では悪役って本当に怖いやつとか、憎たらしいやつだったりするんですけども、NG シーンでジャッキー・チェーンとその悪役のやつがね、NG を出した後に、笑って肩を叩き合ってたりとかするのを見るとね、なんかホッとするんですよね。 本当にドラマの中では悪役があ、その主人公のジャッキー・チェーンのね、友達とかをもう殺してしまったりとかして、すごく心が冷えるところがあるんですけども、ジャッキー・チェーンの映画が常にコミカルなのは、結局、その最後には私たちを我に返してくれるっていうかね、物語に引き込ん、引き込んどいて、ちゃんと裏側を見せてくれるっていう、その面白さがあったのかなと思います。またですね、まあ日本のテレビ番組とか映画でも、そのプロモーションの時に NG シーンとかをやるんですよね。 まあそうすると、閉じったシーンってのが、まあまさに見せたくないわけですよ。NG ってのは、役者からしても、まあ皆さんにね、取り直しをさせるために迷惑がかかるから恥ずかしい声なんですよね。ちょっとこう、セリフが回らなくなって、すいません、もう一回お願いします、みたいな感じで、小さくなって、ごめんなさい、みたいな感じになるんですけども、でもそれをね、なんか NG シーンで作られると、ちょっとホッとするっていうか、 あこれミスったから NG のプロモーションができるんだなとか面白くなるんだなみたいなところがあってなんかその現場に自由度を持たせているんでも私たち YouTube を発信するものとしてはあ,のあんまりうまく撮れなかった動画ってのも個性になってくるんでいいんじゃないかなと思いますもちろん変な動画ばっかりで単なる下手っていうのはダメですけどね ちゃんと売り上げも取れるし、集客もして、で、それなりのことを言ってね、おぉ、なるほど、すごいこと言うな、なるほど、確かにそうだよな、っていうふうに、感心させられる人が、たまに閉じってみたりとかね、ちょっと勘違いしたりとか、あと、あれは、謝罪動画ってありますよね、申し訳ありませんでした、みたいなね。なんかカメラの前で土下座してるやつで、サムネイルがなんか、謝罪みたいな感じでね。そしたらなんか人ってのは、おー何謝ってんだ、許してあるぞ、みたいな感じで見てくれるみたいなところがあって。あらゆるものが、人間ってのは、生まれてから死ぬまで全部がね、 誰かの興味を引くものなんですよね、結局ね。どんな人もです。だから、人って究極生きてるだけでものすごい価値提供してるんじゃないかなと思います。生きてるだけです。うん、じゃあ、寝たきりの人はどうなるんだという人もいますけども、寝たきりの人だってね、なんかやっぱりこう、存在価値っていうのは、全然見つけられますよね。うん、それは、私たちがただ寝ている人、 ただメロンパンを食べてる人ただアイスクリームを食べてる人から何を受け取るかっていうところがまあすごく問われてるんじゃないかな要するに自信力ですよね。自信力とか感受性の強い人にとってみたら何も動かないその深夜の風景それとかね真っ暗闇の漆黒の闇それですら何かになるということなんじゃないかなと思います。さあそれではねこれからも、まあ、いろんな受け取り方をされるでしょうけどもそこに依存せずに。 どう受け取らせるかっていうところもねちゃんと編み出して発信をしていこうと思いますねじゃあアイスクリーム美味しかったですいってらっしゃい